ゲルテンドルフはドイツ連邦共和国バイエルン州オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に属す町村である。ゲルテンドルフはミュンヘン計画地域に位置する。この町は公式には9つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ゲルテンドルフは969年に初めて記録されている。この町は バイエルン選定工領のミュンヘン会計局及びランツベルク地方裁判所に属した。1970年代以降の大幅な人口増加は主に駅に近いゲルテンドルフ南部の人口増加によるもので、1972年にミュンヘンのエス・バーンモに接続したことにより多くの通勤者が定住した。ロベルト・セトルマイヤーは、 2020年5月1日に57.5%の票を獲得して町長に選出された。町議会は20議席からなる。鉄道、1898年にアンマー鉄道が開業して以降ゲルテンドルフ駅はアルゴイ鉄道との交差駅となっている。1972年にミュンヘンへの S バーンがゲルテンドルフを接続し、2005年12月からは S8 路線が ミュンヘン国際空港まで直通で結ぶようになった。道路、最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、ビンダッハにある。このほか、自動車で10から20分のクロスターレヒフェルトで、連邦道 B17 号線に、15から25分のピュルステンフェルトブルックで B471 号線に、接続する。カルテンベルク上、ありがとうございます。